合宿形式でその中でせーので終えてしまおうって最初みんなで決めてかかったんですが、はいまあ、一番こう拓郎さんの中で悩むのは、はい、時間が経ってああこうすればよかったそうがよかったっていうね、はいはい、悩むのが嫌だから合宿形式でうちに持って帰って一人でチェックしないで、はい、だって作っちゃいたいんだなるほどね。っておっしゃったんですよ。でもまあ結果的にだって作ったんだけど、はい、こうなんだけどさ、やっぱりなんとかしたいんだよね。っていうのがだんだん出てきて。それが要するに、去年の10月の後半ですから、レコーディングを始めたのは、はい。12月ぐらいからこう、ああしたい、こうしたい。ああ。1月になったらもっとああしたい、こうしたい。なるほどね。欲は膨らむ、予算は膨らむ。なるほどね。ことで、まあ、でもそれの結果、今の時代には考えられないゴージャスなアルバムができたんだと思いますが。こんばんは、竹秀樹です。今流れてるのは吉田拓郎さんの純情。6月18日に発売になりましたセルフカバーアルバムアゲインからお聴きいただいてます。作詞が阿久悠さん、作曲が加藤和彦さん。オリジナルは93年のシングルでした。今年の4月から始まりましたこの番組 J-POP レジェンドフォーラム。 J-POP の歴史の中の様々な伝説を改めて紐解いていこうという60分です。伝説のアーティスト、伝説のアルバム、伝説のライブ、そして伝説のムーブメント、一つのテーマ、そして一人のアーティストを1ヶ月にわたって特集しようという最近のラジオの中では贅沢な時間の使い方をしております。当時をご存知の方には懐かしく、ご存知ない方たちには発見に満ちている、そんな時間になればと思ってます。今月6月のレジェンドはザ・レジェンド吉田拓郎さんです。今週のゲストはギタリスト、プロデューサー、アレンジャーの鳥山裕二さん。6月はですね、5週間ありました。1週目2週目は猫のメンバーリーダーで、そして元フォーライフレコードのプロデューサーディレクターの常富信夫さんに70年代80年代の話を、3週目はエンジニアの大川正義さんに80年代後半の話を伺いました。そして先週は90年代後半以降の拓郎さんのストーリーの中での重要人物の一人、プロデューサーの武部聡さんにこの曲純情が収録されている新作アルバムアゲインについてお聞きしました。そして今回第5回はですね、やはりアゲインのアレンジを手掛けられた鳥山裕二さんにアルバムアゲインについていろいろお聞きしようと思います。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、6月30日なんですが、はい、2年ぶりのライブの初日、東京国際フォーラムの日であります、はい、鳥山さんも前回について参加されておりますが、はい、夜9時頃というのはですね、アンコールがそろそろっていうか、そうでしょうね、もうジェイズ行ってる頃だと思いますが、ジェイズ行ってる頃、拓郎さんが最後までちゃんと歌ってくれるかっていう、あ、はいはいはい、ショーの構成含めて、はい、まあ武部君と学童さんと相談しながら進めている部分もあるので、はいはい、うまくいってくれって多分思いながら、演奏しているところではないかと思います、うん、やっぱりやってみないとわからない部分っていうのもあったりするんでしょうかね。今回はなんかそういう要素がすごくありますね。あ、すごくあります、うん、前回はそれこそ何年ぶりかにいわゆるこうちょっと感覚的な要素があったので、もうがっちり決めてこれとこれをやるっていうのがあったんですが、今回はまあこのアゲインという新しいアルバムを引き下げてコンサートをやるということで、本当はですね、まあ今だから言ってもいいのかなと思うんだろう、もっとニューアルバムがたくさんやるべきだったんですが、だんだんこうリハーサルをやっていくうちに感じが変わってですね、でも分かんないですね、30日そうですね、アルバムたくさんやってるかもしれないですし、まだ今日はですね6月の半ば後半そろそろという時期なわけで、これからまた内容が変わるかもしれないというですね、そうですね、で今日はアルバムアゲインを中心にお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 FM ココロ J-POP レジェンドフォーラム6月、吉田拓郎編パート5、先日6月18日に発売になりましたセルフカバーアルバムアゲイン、アルバムの1曲目が純情、これは武部さんのアレンジで、はい、2曲目が裏町のマリア、これは鳥山さんのアレンジですけれども、はい、とってもおしゃれなアレンジになってますけど、
オリジナルがあの後藤恒俊さんのアレンジで、はい、松本隆さんの詞ということで、もともとディスコチューンをやりたかったらしいんですよ、はいはいはい、78年のアルバムローディングサークル、ね、だったらもう一回ディスコものをやればいいんじゃないですか、はい、今のクラブではなくて今感じる、はいはいはい、ディスコチューンを作ろうよ、あ、はい、ちょっとフィラデルフィアっぽい、ね、そうですね、ストリングス入ってて、はいはい、なるほどね。で3曲目のタイになる時にも鳥山さんで、はい、振り分けについて、はい、こう感じられたことはありましたか？いや、もうすごい適当です。このアゲインというアルバムをですね、作るにあたって拓郎さんがリストをダーッと持ってきたんですよ、はい、まあ、武部さんと私と3人でアレンジ打ち合わせをしたんですけど、はい、まあ一曲ずつこう当たりながら、こんな感じにしたいんだとか、これはオリジナルのここを大事にしたいんだとかいう話を汲み取りながら、あとは適当に振り分けてっていう。あ、お二人の方に投げられた。そうですね。もうだから二人でやってみて、その場で話して、あ、なんかこんなの面白そうって思いついた方がやろうよっていうことで。まああの、それぞれのアレンジっていうことになって、てますが、でも二人でこうやったんだろうなっていう感じの曲もありますもん、ね。ああ、そうですね。FM。FM 心 J-POP レジェンドフォーラム6月吉田拓郎編パート5、プロデューサー、アレンジャー、ギタリストの鳥山裕二さんをゲストにお送りしてます。流れてきましたのは先日発売になりましたアルバムアゲインの6曲目風、オリジナルは73年のアルバムおとぎ草子です。タイなる時にはですね、ま、毎週この番組の後テーマとして流れてますんで、はい、タイなる時の話は後ほど伺えたらと思うんですが、はい、この風についてはいかがですか？この曲はですね、もう勝手にジェームス・テイラーって僕は決めたんですよ。あ、はいはいはい、それで、吉田拓郎イコールフォークっていう図式がなんかこう皆さんなんとなくあるじゃないですか、はいはい、でも僕が感じる拓郎さんっていうのは R&B、はい、特にその60年代前半のソウル R&B にすごい影響を受けてるっていう部分があって、はいはい、例えばジェームス・テイラーの音楽ってちょっとこうブルーアイドソウル的な部分がありますよね、はいはいはい、いわゆるそのフォーキーではあるけどなんかこうソウルを感じるというか、うん、でそこになんかこうやりたかったのかな昔この曲をって思ったんですよ拓郎さんが。なるほどね。だったらなんかもっと本気になってジェームス・テイラーみたいにしちゃおうかなっていう。ああ、このオリジナルのあのおとぎ草子は当時はご存知ないでしょ？僕の世代は完全にリアルタイムなんですけど、本当にアンラッキーだと思うんですが、はい、吉田拓郎さんにとっては武部君も僕も、はい、吉田拓郎さんに興味がなかったです、武部さん先週そうおっしゃってましたね、で僕の周りではマーティン の, あの WO とか、はい、そういう楽器を買ってですね、J45 を買って、拓郎さんをすごい歌ってるこの音美同士の曲とかっていう人たくさんいたんですよ、はいはいはい、ふーんっていう感じで存在は知ってました。なるほどね。アルバムね、まあ、そういう鳥山さんと武部さんが中心になってですね、今回のアルバムのレコーディングが去年の10月横浜のスタジオで合宿形式で始まったわけですが、はい、その始まり方ってのはいかがだったんですか？これもですね、その前回のツアーの最後ぐらいから、はい、いや次アルバムを作るんだったらいわゆる拓郎さんの中で、脚光を浴びてない、スポットを浴びていない自分の曲をピックアップして、はい、アルバムを作ってみたいんだよね、そんな話も出てるんだよねっていうのを伺っていて、はい、だからなんとなくそのこう流れが2年前ぐらいからあったんですよ。まあいざやるっていう段になって、はい、拓郎さんのこうなんて言うんでしょうね、同じ釜の飯を食うっていうか、はい、そこでこう団結力を高めるタイプの方なので、はい、だったらまあ合宿っぽい方がいいかね、はい、うん、で一番近いのは ABEX のスタジオじゃないですかねって話したんですけ ど, ど、じゃあ ABEX の池尻のスタジオで、はい、渋谷に泊まって合宿しますかっていうのがあったんですが、それはちょっとあんまりにもリーズナブルではないので横浜のそのスタジオでやろうよって、はい、まあ、この横浜のスタジオというのは拓郎さんのレコーディングで何度も使っているスタジオなので、はい、まあ馴染みもあるし、はい、ヒットも出やすいんではないかという。なるほどね。弦を担いで。はい、えー、
先日ですね、6月18日、このアルバムの発売日にですね、はい、ツアーのリハーサルにちょっとこうお邪魔してですね、はい、様子を拝見してたんですが、ね、リハーサルの演奏が全部終わった後に、拓郎さんが、まあ、あの、ミュージシャンの方たちにですね、今日は発売日で、去年の10月からレコーディングがあって、やっと完成したという話をされて、はい、まあ、メンバーの方がですね、拍手をするという、とってもいい光景を見ることができたんですが、ね、まあ合宿形式でその中でせーので終えてしまおうって最初みんなで決めて測ったんですが、はいはい、まあ一番こう拓郎さんの中で悩むのは、はい、時間が経ってああこうすればよかったそうすればよかったっていうね、はいはいはい、悩むのが嫌だから、合宿形式でうちに持って帰って一人でチェックしないで、はい、だって作っちゃいたんだなるほどねっておっしゃったんですよ、でもまあ結果的にだって作ったんだけど、はいトラックダウンとか最後のこうトリートメントするのに時間がかかったので、はいまあやっぱり人間というかアーティストは僕が出てきて、はいここなんだけどさ、やっぱりなんとかしたいんだよねっていうのがだんだん出てきて、はいそれが要するに去年の10月の後半ですからレコーディングを始めたのは、12月ぐらいからこう、ああしたいこうしたい。1月になったらもっとああしたいこうしたい。なるほどね。っていうのが来ましてですね。はいはいはい、はい。で、やっぱりその、時間的な制約もあって、横浜では全曲撮れなかったんですよ。あ、そうなんですか。で、今度は逆にミュージシャンのスケジュールを調整すると、年内撮るのがちょっと厳しいですね、なんて言って。1月にレコーディングしたりとか、夏に覚えたりとか、いろんなこともあったんですが、そういうこうしている間に、明日行こうしたい。はいはい、はい、を変えたいとか。欲がいっぱい出てきて。欲がいっぱい出てきて。はい。欲は膨らむ、予算は膨らむ。なるほどね。ことで、まあ、でもそれの結果、今の時代には考えられないゴージャスなアルバムができたんだと思うんですが。うんはいはい特にあの、ストリングスが入ったり、とってもジャジーな、おしゃれな印象になってるのはそういうことの結果なんですよね。そうですね。それでは、アルバムアゲインの8曲目。この曲もですね、ストリングスがスケール感、そして情感を豊かなものにしてます。サマータイムブルースが聞こえる。かなりやばい線になってきた。サマータイムブルース。この曲は20歳の頃のですね、青春に歌われてる曲なわけですけども、こういう青春ってのは思い当たりますか？全くないですね。あ、なるほど。でも、わかります。あ、わかります、ね。こう、情景が浮かんでくるというか、はいはいはい。こういう曲の、歌う拓郎さんの松本隆さんに対するリスペクトっていうのはすごいんですよね。レコーディングする時もこの詩はこういう意味でこういうところがあるんだっていうのを力説してましたから。あ、そうなんですか。まあ81年のシングルでもあったわけですけれども、はい、今回のアルバムには拓郎さんの短文が入っておりまして、それぞれの曲について書いてあるんですけれども、どの文章が何の曲なのかっていうことが明らかにされずに文章だけ並んでて、うんうんうん、でも松本さんの詩についてはとってもリズムがあってっていうような文章が載っておりましたが、ね、6月18日発売セルフカバーアルバムアゲインから8曲目、サマータイムブルースが聞こえるでした。さて再びですね、サマータイムブルースが聞こえるが流れておりますが、これが81年のシングルなわけで、鳥山さんはまあ80年代はすでにもうプロのミュージシャンとしてアーティストとして活躍されてた、はい、この曲が出た時はどんな風に？81年はですね、ちょうどソロアルバムデビューした年ですね、はいはいはい、まあ、要するにインストルメンタルで当時フュージョンが盛んで、まあ、渡辺克実さん、高中正義さんの次っていう形で、はい、そういうこうムーブメントがあったんですね、はいはいはい、81年、ありましたね、なので、まあ、もちろんその当時そういうミュージシャンはスタジオミュージシャンという仕事もあってですね、はい、まあ、単純にブッキングをされてスタジオに行くと、はい、そこでやっと誰の仕事か誰の歌なのか分かるみたいな。あ、なるほどね、まあ、例えばアレンジャーはこの人でっていうのが分かったりするんですが、はいはいはい、アーティストはあんまり分からずにと演奏することになったりっていう、そういうスタジオミュージシャンという仕事がもうミュージシャンの中である意味花形というか、はいはいはい、まあ、収入およびスキルがないとできない、はい、もうスキルですよね、楽器一つで勝負してる人っていう感じがありましたもんね、でそれがこう華やかなとこだったので、まあそれも全部なんかこうアメリカの文化というかアメリカの音楽業界の流れを日本がね、こう影響を受けてなったんだと思うんですが、それでまあ自分の
デビューとかソロ活動もしつつ、はい、そういうスタジオミュージシャンの仕事もしてた感じですね。ああ、なるほどね。鳥山さんは武部さんよりちょっと下で、武部さん57年生まれで、はいはい、鳥山さん59年生まれで、はいはい、でも小学校の時はピアノを弾いてらしたとかっていう。そうですね。父親が米軍キャンプの、あ、そうなんですか。キャンプ周りをしていたもので、拓郎さんと同じです。そうそう、はい。その時はハワイアンとかをやっていた関係で、うちに楽器があったんで、一番最初はだから多分2歳とか3歳でウクレレ始めたんです、はい、あ、そうなんですか、はい。まあ、あの今回のアルバムにはですね、僕の大好きな場所、篠原さんが詩を書いたハワイの曲がありますけれども、はいはい、でそのハワイっていうのに対しても多少感じ方とか思い出は違うんでしょうかね。思い出は全然違いますね、きっと他の人に比べて。まあ、土日は必ずハワイアンかかってましたから。あ、そうなんですか。未だにそうですけど。なるほどね。拓郎さんとそういう話をされたこともあるんですか。何度もあります。拓郎さんのアルバムのクレジットを見てましたら、85年の俺が愛したバカに鳥山さんの名前がありました。はいはい。88年のマッチベターとか90年の 176.5、はい、まあ、大川さんがエンジニアを務められたアルバム、ここにも参加されてましたね。そうですね。多分ね、85年の前もやってたような気がするんですけど。あ、なるほど。まあ、あの拓郎さんってどんだけ偉大なのかっていう、はい、その、さっきも話を出たような、はい、その自分が影響を受けていないので、吉田拓郎さんだっていう感じで、あ、なるほど、ね、そこで丸って止まっちゃうんですよ、ね、はい、はい、どうしようビビっちゃうなとかいうことが逆になく、はいはいはい、まあ、それがあの最近拓郎さんが富に、我々に君たち僕に敬意を払っているのかっていうのがあるんですが、いや払ってますっていうのはお答えしてるんですけど、その後があの97年のラブラブ愛してるラブラブオールスターズの参加になるんですか。そうですね。あ、88年のハワイアンラプソディも、まあ、参加されてて、はい、これはもうまさにハワイアン好きが集まったみたいな、はい、ラブラブでまたもう一回こう知り合い直したっていう感じですかね、はい、なるほどね。まず武部さんと僕の関係もそうなんですが、武部さんと僕の関係というのは非常に古くて、はい、彼が釜谷津博さんの番組に、はい、僕がブレッド&バターの番組で、そうなんですか。でその時にブレッド&バターカフェブレッド&バターっていうのが卒業になって、はい、そこに釜谷さんが遊びに来られて、はい、でバンドで対バンでっていう、はい、それは多分僕が19とか18なんですよ。あ、それは古い。そこからの知り合いなので、逆にその彼が事務所を立ち上げたっていうのも全部知っているという。あ、なるほどね。そういう経緯なんです。でもそうやって80年代に売れっ子セッションミュージシャンとしてスタジオにいらしてた時と、はい、ラブラブオールスターズ、まあ、バンドのメンバーとしてこうかなり日常的に番組もあって接するようになってからは印象は変わりましたか。変わんないですね。あ、変わんない。はいはい。というのはやっぱり合宿好きでらしいので、はい、合宿レコーディングなんですよ、はいはいはい、必ずと言っていい。なるほどね。そうすると、まあ、当時ですから、本当にだからその吉田拓郎ファンが想像するような、はい、夜レコーディングが終わったら、はい、バーボンを飲み、はい、語りつつ、はい、楽器も弾いちゃったり、はい、ようなことを夜な夜な繰り返してらっしゃったので。なるほどね。まあ、それが単純にラブラブで収録が終わって都内に移動しただけっていう。あ、なるほどね。感じで、はいはい、その拓郎さんのこのレコーディングに参加した時点で、あ、こういう人なのねっていう、はいはいはい、なんとなくおぼろげながら、その核は見えてたんですが、はいはいはい、あのオールデイズをですね2002年にプロデュースされてるわけですが、はい、これはあのセルフカバーアルバムで、はい、今回のアゲインはその時以来のセルフカバーってことになりますもんね。そうですね、はいはい。オールデイズの時はどんな。その前にですね1枚あのシングルをやっぱりプロデュースさせてもらって作ったんですが、はいはい、その時も確か横浜で2人でこもって作っていたんです、ね、あ、で僕の自宅にあのまあ自宅スタジオがありまして、はい、でそういうこう一緒に作業する場所があるんだったら、はい、拓郎さんが俺がもうそこに通うから一緒に作ろうよっていうことになって、世田谷の自宅スタジオにほぼ2ヶ月ぐらいですかね。あ、そんなに、鳥山さんのスタジオじゃないとできないことがあったんでしょうね。まあ、例えばこの楽器違うよねとか、はい、このギターがいいよねって、その楽器をこうチョイスするやり方とか、はい、まあ、なんとなくそのスタジオに持ち込むよりは、
うちにたくさんある楽器をああでもないこうでもないとかできるじゃないですか。なるほど、とかキーをすぐ変えたいとかテンポ変えたいっていうのが、はい、まあ、バンドでもちろんやってせーのっていうのは今回の方針で、はい、すぐそれもできるんですが、もっときっとコアなことをやりたかったんだと思うんですね、で今思い当たる節が、あ、なるほどこれをやりたかったんだなって思ったのが、先ほどのオンエアしたあの風で、はい、あのオリジナルは要するにその石川さんと2人だけで石川さんのお宅で作ったんだって、まあ、フォークっぽいですよね、この間そんな話を聞いて、あ、それの要するにこう2000年版というか、なるほどね、うん、ことをやりたかったのかななんて。昔のことは覚えてないとか忘れたっていうふうによく言われるんですけど、実はすごくきちんと覚えていて、次に何かをやるときに、あの時のあれを超えてやろうとか、次はもっといいものを作ろうってずーっと思ってる人ですね。なるほど。なんかそれすごくわかります。あの、オールディーズを作るときも、はい、リンゴっていう曲があって、はい、なんかすごい注文があったのは、今でも覚えてるんですけど、あの要するに石川さんとかが弾く綺麗な3フィンガーとかじゃなくて、全然違うやり方でやってくれっていう注文があったんですね。なるほどね。きっとそうなんですね。はい。なるほど。FM心 J-POP レジェンドフォーラム6月吉田拓郎編パート5。先日発売になりましたセルフカバーアルバムアゲインから9曲目です。まだ見ぬ朝、94年のシングルでした。いつまでも同じ気持ちでいたいとか考えなくともよくなった、あの頃と違う気がする、過ぎた日を変えることなどで気がついた時に始まった、あの頃と違うこの想い、あの場所でもう一度会えるなら君を思い出そう、長いの道を歩いたことで十分に分かり合える、まだ見ぬ朝がある、分かち合うのが一生と考えなくても良くなった、あの頃と違う気がする、一つずつ踏み出すことをすればいい、足りない力を出し、あの頃と違うこの想い、あの場所でもう一度会いたいね、あれから時は流れ、もう振り返るなんてしないのさ、変わりゆくことが大事、まだ見ぬ朝が来る、それぞれの日が昇る、もう一度会いたいね、新しい関係で、まだ見ぬ朝が来る、それぞれ曲は鳥山さんならではというふうに言っていいんでしょうね。先ほどのオールディーズっ
ていうアルバムをプロデュースした時に、はい、好奇心っていう拓郎さんの曲をスパニッシュにしようよっていう話 で、はい、で今回もアレンジ打ち合わせの時になんか一曲そういうこうちょっとスパニッシュテイストのものが欲しいんだよなっていう話で、なるほど、ね、別にどの曲ってわけではなかったんですが、じゃあこれやってみましょうか、はい、でまだ皆さんをこんな形にしたんですが、きっと拓郎さんですから、鳥山がいるんだったら、はい、こういうことやろうよっていう、なるほどね、 FM 心、 心今流れてるのはアルバムアゲインの11曲目、わしらのフォーク村、とても楽しそうな、そうですね、今回の横浜の合宿レコーディングの中で、はい、このわしらのフォーク村と、はい、素敵なのは夜、はい、この2曲はアレンジを決めずに、オリジナルのサイズを譜面に書いておくだけで、コード進行書いておくだけで、はい、せーのでやってみよう、あ、そのせーのでどういう風になるか、で本当は潔く僕と武部さんは、はい、この曲2曲に関してはもうこのセッションで全て完結させましょうって、はい、なるほど、はい、で蓋を開けてみたら、はい、ダビングをしようとか、はい、でもなんかやっぱりあの勢いありますよね、はい、まあ、武部さんはキーボーディストで拓郎さんと同じパートで一緒になるということはないんでしょうけど、はい、でも鳥山さんの場合はあのギタリスト同士という場面にもなるわけでしょ、はいはい、それは、まあ、武部さんとは違うこうある緊張感が、拓郎さんの音楽感というのが、はい、元はほらドラマーだったりするじゃないですか、はいはいはい、で非常にこうリズム重視なところもあって、はい、ギターを要するにこう伴奏する楽器なんですよね、拓郎さんとっては、はい、うん、なるほど、もちろんリードギターというのも興味があるとは思うんですが、はい、僕からするとそのギタリストとしてはやっぱりそのメロディーとかリードを取る楽器、はい、でその多分ギターに対する考え方が若干違うので、なるほど、そこがちょっとこうバッティングはせず、はいはいはい、うまくいってるとこなのかなって、ね、なるほど、あのこの間アルバム発売日にスタジオに、まあ、お邪魔してリハを拝見してましたら、やっぱり鳥山さんのそのギターの音色のようなことでかなりこうしてほしいとかって言われてましたもんね、はい、ね、もう最近遠慮ないですから、あ昔はね、昔はそれこそあの好きにやっていいよとか、はいはいはい、でも武部くんと僕は多分今あのスケさん拡散状態で、なんかこうスケさん拡散こういう風にしておしまいなさいみたいな感じのことを必ずこう言うので、あ、それでいてあのリスペクトが足りないとかっていう風に言われたりする、そうです、そうです、まああのパブリックイメージだとですね、吉田拓郎フォークっていう風にまだあったりするわけですが、はい、それは実はそうではないんだという、はい、僕が感じるのはサム&デープとか、はい、アーサー・フランクリンとか、はい、60年代前半のソウル、はい、R&B をやりたかったんだろうなってすごく思いますね、まあ、広島時代のバンドはそういうバンドでしたからね、FM 心 J-POP レジェンドフォーラム6月72年のアルバム元気です中身曲ですが、このあのウキウキするような軽い感じがいいですね、そうですか、ありがとうございます、これはどんなものにしようという、実は間に合うかもしれないって、この曲自体を1994年とか5年の高さんのツアーで、はいはい、やってた曲なんですけど、はい、まあ、全然こういう曲調ではなくて元に近い感じで、でカントリー&ウェスタンとかナッシュビルの匂いがあるとちょっと楽しいのかなと、はい、まあ、これ実はあのアルバムの中でも最後の方にレコーディングした曲なんですね、あ、そうなんですか、ね、全体のバランスを見てジャンプチューンっていうか、ジャンプチューンジャンプチューン、はい、みたいなこうちょっとご陽気な曲が足りないなと思って、でですね、でこっちの方向に、なるほどね、はい、あの後半で本当にゴーっていう感じでジャンプしたくなるっていう、まあ、若い時のあのちょっとこう静急な感じとは違う自由で陽気な演奏でありますね、はい、これはあの高部さんのアレンジという風になってるんですが、はい、さっきのお話にもありました、はい、そんなに決めないで臨もうと、セッション曲ですね、はい、でこの後にですね最後の曲アゲインでアルバムは終わるわけですが、はい、今回はもう一曲レコーディングされた曲があって、ええ、僕の歌はさよならだけ、これは収録されなかった、そうなんですよ、アレンジ担当したのは僕なんですが、はい、
個人的には一番出来が良くて、ああそうなんですか、参ったなって感じなんですが、ちょっと問いただしたんですよ、はい、なんで入れないんだと問いただしました、はい、はい、ただね、本ちゃんの歌を、はい、高田さんが歌った時にその歌詞の感じが、うん、今の気分ではないと。ああなるほどね。今回そのアゲインっていうアルバムを作って、そのサウンドはすごいこうカラフルで、ゴージャスだと思うんですが、はい、おそらくその僕たちにはわからない拓郎さんのが歌った時のその言葉のフィット感とか、はいはい、今この気分じゃないとか、まあ、あとすごく最近おっしゃるのが、はい、とにかくもうこの年で音楽やってるのは、うん、楽しくないとダメだと、はい、気分が楽しくなるものを歌いたいっていうことを盛んにおっしゃってるので、まあ、その意味で僕の歌はさよならだけは落選したのかな、なるほどね、まあ、まださよならだけじゃないわけですもんね、そうですね、彼の中ではね、そういう意味で与謝拓郎はヒット曲ぐらいしか知らないよっていう方にとってはですね、新曲がこう並んでいるアルバム、しかも今の拓郎さんの気分が見えるアルバムっていうふうに考えると、いわゆるセルフカバーっていう感じじゃない要素もあるのかなと思いましたね。そうですね、どうなんでしょうね、これで今じゃあ全部新曲だけで何かを作るってなったら想像つかないですね、はい、僕なんかも、どういう言葉を歌いたいのかなっていうのは、はい、そこら辺がね、もう拓郎さんの尺度なんですよ、はい、僕たちにもちょっとわからない、この曲は今歌う気分じゃないっていう、今の俺はこうなんだっていうアルバムでもありますね、はい、鳥山さんはですね、まあ、さっきもちょっと話に出ましたが、フュージョン、カシオペアのですね、神保明さんたちとピラミッドというユニットも組まれていたり、はいはい、松田聖子さんとかユーミンとかですね、まあ、いろんな女性歌手のアレンジやプロデュースも手掛けられていて、はい、クラシックの方にも関わってらっしゃってるそうですね。例えばこの神保くんというのは、はい、彼とは高校の時に一緒にバンドをやっていて、はい、ロックなんだけどジャズを知らないと、はい、ロジカルなことを覚えていかないとこれ以上は上達しないよっていう風潮があったので、はい、まあそれも含めて彼らと一緒にバンドを、でそれからやっぱり僕の音楽人生というのはインストルメンタル中心に多分なったんですね、はい、ただまあ歌物も決してこう否定するタイプではなかったので、はいはい、それでメインの歌の人をより魅力的に聴かせる方法はどうすればいいんだろうとか、いろんなことを考えていくうちに、アレンジャーになりプロデューサーになり、なるほどね、でまあ聖子ちゃんとか、なるほど、いろんな人と関わってるんですが、やはりその自分としてはインストルメンタルミュージックの存亡が今世の中的になるじゃないですか、はいはい、でそれもあってクラシックとやっぱりジャズ、あなるほど、ね、特にね、インストルメンタルミュージックとしては地に足がついているという、なるほど、はい、それもあって博士太郎くんとか、はい、バンドネオの小松亮太、宮本恵美ちゃん、はい、まあ、そういう人たちとも仕事をさせてもらってますね。なるほどね。まあそういう方からですね、改めてその日本の音楽シーンの中での拓郎さんに対して、まあ思われること、リスペクトを持たれるとしたらどういうところということになりますか？もう、頭良すぎって感じなんですよね、僕は。頭良すぎ、はあはあはあ、ひょっとしてわかんないですよ。考えてないかもしれないですけど、とにかく鋭いんですよ、はい、いう指摘が、はいはいはい。なんかいきなりこうじゃないかとか言うと、あ、それ当たりっていうことがすごくあって、あまあ要するに拓郎さんはもう俺はもう自分のペースでやりたいようにやらせろっていうスタンスですけど、もしもまあそうなると吉田拓郎さんじゃなくなっちゃうのかもしれないですけど、この音楽業界とかその今の日本の音楽の進む道をいやもっとこっちにした方が楽しくなんないかいとか舵取りをね、拓郎さんとかがもうちょっとするようになったら、すごい面白いことになるような気がしますね。なるほどね。それではですね、アルバムの最後の曲、アゲイン。これは武部君と二人で、これは共同アレンジ。あ、共同アレンジ、なるほど、はい。この曲の後にですね、アゲイン、この曲についての話を伺おうと思います。FM心 J-POP レジェンドフォーラム6月、吉田拓郎編パート5。先日発売になりましたアルバム、アゲインから15曲目。アゲイン未完です。
この曲は拓郎さんが新曲を絶対書いてくるから、はいはい、いつになったら分かるんだろうねって言って心配してたんですよ、はい、で3月ですかねこの曲、あ今年の一番最 最後です、まあ、3人のスケジュールがあって、スタジオを抑えて、はい、何あるんだろうねって言ったら、うん、曲ができたと。今ちょっと俺がギターでこれペッと歌って弾くから、はい、譜面を書けと、はい、で条件はフォーキーなそのアコースティックギターでなんかやるんじゃなくて、エレキとピアノでなんとかしよう、はい、その日のうちに形を全部作った曲なんです。あ、そうなんですか、あだから本当にこう現場でなんとかしないよって言われながらですね、なんとかするものだと思われてるんで、なるほどね、わかりました、なんとかしますって言って、はい、作りました。ああ、現場でやることに意味があると思った。そうですね。今の音楽業界、はい、システマティックで、ひどいことになると、そのメールで、こんな感じで、はい、テンポがこんな感じの曲を、で参考資料送っときますから、みたいなことがすごく多いんですが、はい、全く逆ですね。その、ね、ちゃんと対面して、はい、話をして、はい、そこでこう、作り上げていく。なるほど。っていう、まあ、そこはね、うん、もちろんエネルギーがそこに入りますからね。はい、拓郎さんの音楽作りの、ある種の今の一番やりたい形なのかもしれませんが、この詩に関してはいかがですか？前回のツアーで、MC を拓郎さんが知っているネタで、一人バーに入って、なんかサラリーマンの人たちが飲んで、言われてましたね。で、どうなんですか、はい、その昔のことをちょっと話してくださいよ、はいはいはい、っていうことを受けて作ったそうです。なるほどね。まあ前回のツアーからつながってるということで、今回のツアーではどんな MC とともにですね、この曲が歌われるんでしょうか。FM 心。FM 心。ありでない。FM 心 J-POP レジェンドフォーラム、今月6月のレジェンドは吉田拓郎さん。今週は今回のアルバムアゲインにアレンジャー、ギタリスト、そしてプログラミングで参加されました。6月30日今日から始まりましたツアーも一緒です。プロデューサー、ギタリストの鳥山裕二さんをゲストにお送りしました。流れてますのは今月の後テーマでもありますアルバムの3曲目アゲインの中から絶えなる時に。これは鳥山さんのアレンジですね。はい。これはどんな風に？もう聞いた瞬間にこれは吉田拓郎のその僕が勝手に思ってる R&B の原点だねって思ってですね、なるほどね、勝手にそのサム&デーブとか、はいはいはい、そういうこうところを意識して、作りましたね。今後の拓郎さんについて、まあ、今日ライブが始まったわけですが、それからファンに対して思うことというのはどんなことですか？とにかく楽しんでほしいですね、はい、で、拓郎さんは今楽しみたいと盛んにおっしゃっているので、一緒に楽しめるこうスタンスを作っていただけると、よりこうコンサートが盛り上がるかなと。ファンの方たちにもね、楽しい雰囲気というか、はい、もちろんそれが発散することで楽しみっていうのがね、あるとは思うんですが、今きっとゆったりモードなんだと思うんですよ、拓郎さんの、はい、そのゆったりを一緒にこう楽しんで、はい、るといいのかななんて。なるほど、うん、6月30日今日はですね、私もこの会場にいるはずなんでですね、はい、どんなライブになってるかなと思いながら終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。収められなかった曲、僕の歌はさよならだけ。